はい、どうも皆さんこんにちは。今日はね、野外で外でね、なるべくね、体を動かそうということで、今ねこんな時期だからね、ついつい家の中で閉じこもってしまいがちなんですけど、こうやってね、今日はカメラとジンバル、そしてねカメラバッグ、こういうものを用意してね、少しでも外で体を動かしましょうということで、外に行くっつってもね、いろんなとこありますよね。人の多いところとか駅とか、私なんか駅すごい好きですけどね、だけど今はね、こういう広いところね、あっちの方にもね川が広がっていたりとか、そういったところでね、極力思いっきり体を動かすと。でどうせ体を動かすんだったら、やっぱり私なんかねジンバル大好きだから、皆さんねビギナーの方含めてどんどん、このジンバルで体を 動かしましょうと。で動かすだけじゃなくて、どうせだったらねジンバルの技術とかもね、一緒に、外で体を動かした方が、健康にもいいということで、子供をね今あそこに遊ばせてますんで、あっちの方までちょっと行ってみたいと思います。カメラはね α7 III で、今日はちょっとね動きをね早くしてます。このねフォローのスピードをねちょっと早くしてますんで、ちょっとぐるんぐるんっていう感じでね、ちょっとかけっこで撮ってみたいと思います。ボール α7 III の 4K24P 1018の10広角で、体を動かします。じゃあ録画開始、こっち、レック開始しました。あそこに子供がいるからね、あそこまでちょっと走っていきます。当たった。いいよ。じゃあこっちダメだよ、遮っちゃダメだよ。めちゃくちゃ疲れる。めちゃくちゃ運動になります。もう単にね
体を動かすだけでも運動になるんですけど、まあ、この場合はね、私やっぱり走り方とか意識してるんでね、どういう風に走ってるかっていうと、やっぱり人間の体ってアップダウンするんで、上下に波打つ、ね、ジャンプするから、だからなるべくジャンプを抑えるように小股でとか、あと歩くときなんかはこれぐらい身長を落として、でちょこ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 って、まあ、イメージ的には足の先っぽでちょこ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 歩くようなね、そういうイメージ。歩きも走りも一緒。あちらご覧ください。この道、並木道っていうのかな、こういう木と木に挟まれた、道をね、私がジンバルで、で子供は、まあ、さっきのあの自転車ね乗ってるところをきれいに撮るとね、こうきれいに直線で撮るというのをやってみたいと思います。まあ、広角10ミリがいいのか18ミリがいいのか、であとね、こういう持ち方がいいのか、もしくは吊り下げるのがいいのか、ちょっと分かりませんが、ちょっと子供たち呼んでね、やってみます。いやー、ほんとね、いい運動になる。向こうから歩いてきてほしい。あ、向こうから神社で。一旦こっち。多少はね、やっぱ子供にちょっとあの協力もしてもらってね。反対持ちで、インバートの持ち方でね、まあ、なるべく子供のあの自転車、おーい、こっちだよ、こっち戻ってきて、危ないよ。はい、じゃあ行きます。はい、どうぞ。はい、疲れました。まあ、こんな感じでね、子供にやってもらって、まあ、協力してもらって撮るとかいうのもあるし、あとはね、もう子供さんいらっしゃらなかったら、もう一人ででもね、もうぐるんぐるんってこう走り回ったりとか、まあ、その時の注意点としては、やっぱりジンバルがどの方向に今向いてるのかっていうのを意識することと、あとはね、まあ、超広角で動くんだったらね、まあ、ちょっとジグザグ的な
木を避けていくようなね、木の幹を避けていくような、はい、安全に注意してっていうのも大事だし、あとはねその走り方、うん、小股でちょこちょこちょこって意外とそんなにね全力ダッシュしないから、はい、それも今からちょっと走ってみます。レッグオン、帰ろうか。帰る？帰る？